全くの。本当は炒めないかんけど、炒めぐらいで油あんまり使うの嫌や。本当は油で炒めるみたいだけど、おばあちゃん油使うの嫌やきね。あんまり油使うの。これ串型に切ったらやん。玉ねぎが串型こういうの。あの人参入れただけど、人参入れるの。みんながそれだけ違うと思う。おばあちゃんが自己流なの。たまにきよけどさ、おいしい。おじゃこをね、じゃがいも4個と玉ねぎ2個した。こんなもん取ったって、こんなもん取ったらいけるかな、ほんで一番先はおばあちゃんをお風呂取って大さじ2杯ぐらい。甘そう。これが沸いたらね、みりんをこの。お砂糖を染み込むまで。そこは豆腐量がないで、そんな全然しようがない。取りなさいな。今しようらんからやめて。お砂糖が溶け込んだらいいの。お砂糖がまだほら溶けてないの。お砂糖一番だけ染み込まして。こんなことおばあちゃんだのもうダメよ。全然はからん。噛んでやれん。
か分かんないってやったら巻いたらみんなもいる。おばあちゃんかなりいけど、うん、もうあとしょお醤油入れたら一応終わり。もうしばらくあれが2個まで入れたらお醤油入れてる、溶けた、もういい、やめて、うん、もうそれでええわね。今度のお醤油、みりんとお砂糖が染み込んだお醤油入れて他に詰めたもと終わり。簡単なおばあ、醤油はこのおばあちゃんいつもだしつゆ使い、マルテのだしつゆ、もうちょっと5分くらい煮込んで、だけどこの色が悪くてさっきケチャップも知らんで、これでや、以上、もうやわらかくなった、もう簡単か、すごく簡単、もう済んだ、済みましたよ。まあちゃんとしたのを、あのちゃんと本当のやり方でやるわね。今日急いじゅうから、どうでもしたっけ、もういいや、もう何にもしようなんのかな、でもいい、やめて。